よーし、妖怪ウォッチプニプニやってこう。今回はね、この段々坂のボス、こいつと戦いたかったんだけど、この手前のね、こいつらがちょっと強すぎて、今50番でね、足止め食らってんだ。満王子氏の子供なんて言うんだっけ、こいつ結構強くて、この先進めないんだよね。で、別にレベルに関してはね、そんなに低くはないと思うんだけど、どうなんだろう。もうレベル25後半に入ってるからね。で、このままじゃいけないなと思って、さっきね、妖怪ウォッチプニプニの攻略サイトを覗いてみたらね、すごいことが書かれてた。宝石ニャンとツチノコパンダのね、受け取り方が書かれていたんだけど、これはちょっと衝撃的だったね。まあ簡単にすると、課金しないとゲットできないらしい。で、ちなみにね、もうすでに、僕はエメラルニャンを持っているんだけど、これ、こいつはね、6000円を課金しないと、なんとゲットできないんだよね。まあ、今ちょっと説明するけど、ね、ここか。これ特典がね、こうずっと書かれてあるんだ。サファイニャンでしょ?白銀の髪留め、ドキドキコイン、エメラルニャン、5つ星コイン、ルビーニャン。これ課金する額によって、次々に得点をね、受け取っていく方式になっていて、まず100円を課金するとサファイニャン、1000円課金すると白銀の髪留め、3000円課金するとドキドキコインが3枚、6000円だとエメラルニャン、1万円だと5つ星コイン、1万5000円でルビーニャン、2万円で5つ星コインが2枚、3万円でトパニャン、4万5000円で5つ星コインが3枚、6万円で、なんとダイヤニャン、きつい。もうここら辺もすげえきついね。そして、ブラック3特典のツチノコパンダは、なんと、課金10万円らしいです。10万円だってさ、こんな子供泣かせな、10万円課金できる子供なんて滅多にいないでしょ。ボンボンだけだよ、そんなの。まあね。まあ僕ね、最初課金しないでやりますって言ったんですけど、まあちょっと宝石ニャンは欲しいので課金してしまいました。今ね、9800円課金したんで、エメラルニャンまでゲットできてる感じかな。うん、まあね、一番最初のサファイニャンは100円でゲットできるんで、100円までだったらまあみんな課金してもいいんじゃないかな。うん、そうということですよ。さあ、1万円課金したんで、お金がね、このゲームの中のお金が9万4000ワイ溜まってるんだけど、これ一体何に使えばいいの、そもそも。まあ、アイテムに関してはね、今買えるアイテムに関しては、めっちゃ安いんだよね。おにぎり12ワイとかさ、サンドイッチが13とかでしょ?めちゃくちゃ安いからさ、お金全然使えないんだよね。で、経験値玉も1日1回しか買えないから、もう使い道がないったらあらしないっていう。まあそのうちこれもっとね、紙経験値玉とかもっとすごいのがどんどん解放されていくと思うんだけど、今の時点ではちょっと使い道がない感じかな。うん。まあ妖怪ガシャで使うしかないって感じか。3000Y。ってことは30回回せるんだ。約30回だ。31回か。ってことは、この妖怪ガシャを1回回すのに、だいたい300円かかるってことだよね。高くないか、300円は。あ、5つ星コインがね、持ってたね。じゃあ次回はちょっとガシャ会っていうことで、ちょっと試しに使ってみようか。これ1回で300円だからね、300円。コカ・コーラのペットボトル500がね、2本買えるんだよ。さあ、どんな妖怪が出てくるんだろう。お!マジでくだらねえ妖怪出てきたら、許せないと思ったら、天の弱か。これ微妙だよね。なるほど。さあ、まあ今回もね、宝石ニャンのゲットの仕方をね、ちょっと説明する動画なんで短くなりますけど、まあ課金に関してはね、いろいろな考え方があるけど、僕はね、課金はしょうがないのかなと思ってますね。まあなんでかっていうと、こういうゲームを作るのにもお金がかかるんで、課金してくれる人がないとね、面白いゲームが作れなくなっちゃうんですよ。
だからモンストとかさ、よく課金してしまってる人をさ、なんかそのバカにするっていうか、ちょっと抽象するような風潮があるじゃないですか。あれどうかなと思ってるんだよね、僕個人的に。うん、課金する人がいなかったらモンスト自体が成り立たないんで、まあ無課金者と課金者どっちが上とか下とかないとは思うんですけどね、ちょっと課金をして指定してしまうとね、モンスト、この間もなんとかコラボとかありましたけど、そういうのもできなくなっちゃうしね。まあまあ、お金にちょっと余裕がある大人がね、月に5000円とか1万円ぐらい使うんだったらまあいいんじゃないかなっていうのはね、僕の考え方で、まあ今回はね、僕このゲームに関しては無課金でやろうかなと思ったんだけど、まあ宝石ニャンがゲットしたかったんで、ちょっと課金してしまいました。